ビー。はい、第3回目は青島神社について。はい、はい、行きましょうかね。はい、行きましょうかね。青島神社ね、はい、うん、すごく不思議と思わん？もうあの、うん、場所と形と存在が、あの島全体がもう神社になってて、うん、一般の人はそこにもちろん住めないし、うん、あの橋を渡って、うん、まあ、海を渡ってっていうことですかね、うん、そこに行くということになってて、ね、うん、でも、も あれはそんなに遠い話でない時、うん、まあ、江戸時代後期とかまでは聖域、うん、完全に聖域とされていて、うん、一般人は入れなかった場所なんとなんですよ。だから多分あの橋とかもなかったんだよね、うん、だから橋より手前で遠くに島を見ながらこう手を合わせるぐらいしか多分なくって、だからこの100年200、200年とかやろうかね、100年ありがたいね、うん、一般人が参拝できるようになった、うん、もうあの浮いてる島自体が神様のね、聖域とされていた場所らしいですよね、うん、で今は行けるからね、私たちもね、ありがたい、うん、青島神社は、うん、祀られている神様は、うん、山幸彦ですよね。はい、ですね。あの皆さん神話知ってるかな、どうなんですか、知ってるかな。宮崎の人は結構ね知ってると思うんだけど、知ってると思うけどね、まあ、海幸彦と山幸彦という兄弟がいて、うん、まあ、多分青島あたりで遊んでたんですよ、うん、遊び場ですよね、あそこが、うん、で海幸彦は釣りばっかり、山幸彦は山に狩りに行ってたわけですよね、うんうん、である時、うん、どっちが言い出したのかな、ちょっと交換しようって、うんうん、道具をね、道具を交換しようって言って、ね、うん、海幸彦が狩りに、山幸彦が海に釣りに行くんですが、はい、これがうっかりね、山幸彦やっちゃうんですよ。うっかり釣り針をねなくしたんだよね。そう、魚に取られちゃってなくす。兄さんの海幸彦は怒る。そして探してこいっていうわけですよ ね許さないね、許さないね。でも大事にしてたものだから、ね、うん、やっぱ兄さんは怒ったわけですよね、うん、そして探しに行って、そこで、まあ、うん、豊玉姫、まあ、3年ぐらいの時が経ったって言ったかな、豊玉姫と出会って、うんうんうん、そして、まあ、豊玉姫を嫁にもらうっていう、うん、釣り針は釣り針はもちろん見つかったんです。赤い鯛かなんかが喉に引っ掛けてたって、うん、あの豊玉姫のお父さんが、うん、まあ多分鯛じゃないかっていうことで、うん、その釣り針を見つけてくれるんですけど、うんうん、でまあ、うん、豊玉姫を、うん、まあ連れてきてっていうね、お話なんですけれども、それってね、はい、竜宮城みたいなね、竜宮で浦島太郎の話に似てるよ ね浦島太郎みたいなね、うんうん、その山幸彦の方が、うんうん、主な祭神祀られてる神様なのかな、うんうん、で私たちいつもこの海幸彦と山幸彦、覚えれほほでのみこととか、なんか彦ほほでとかどっち、ほでのみことどれかどっち、うん、私ね、いい覚え方を、お、はい、はい、じゃあ皆さん覚えましょうね、るりちゃんのね、うん、はい、特別講座山幸彦海幸彦の覚え方。山幸彦が釣り針を放ってなくしたんで、はい、うん、うん、はい、氷の御事と言ってほしい、氷の御事、もしくは釣り針をなくして、はい、しまったって頬に手をやったんで彦頬での御事、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 ね、でお兄さんは、うん、あのものすごく怒ったので、うんうん、ほでりの御事です。ほ、何、ほ、ほでってるってこと、ほでってる、ほでった、ほでりのみこと、ほでりのみこと、ほでりのみことが海幸彦で、ほうりのみことが山幸彦、もう覚えたでしょ、覚えた、もしくは彦ほほでのみことと覚えてさ、これで完璧、完璧ですか、皆さん、もうみんな海幸彦と山幸彦の、うん、その古事記名とか日本書記名は、うんうんうん、これでも絶対忘れませんよ、はい、テストに出ても大丈夫ですね、大丈夫。その山幸彦、うん、じゃない、法理の御事が祀られているのが青島神社。そうなんです。はい、で、まあ、青島神社も参道がもう、この右側にね、鬼の洗濯岩がずっとあって、美しい海ですよ。その前に鬼の洗濯岩って何ですか？いいこと言うね。これ宮崎ならでは？そうなんですよ。うんうん、ずっと。宮崎の海岸。海岸はね、うん、あの、何か、こう、なんていうの？粘土と岩がこう、粘土、
と書いてますが、間違っているので訂正です。正しくは、約700万年前くらいに海中でできた水生岩が隆起し、長い間に波に現れ、硬い砂岩層だけが板のように積み重なって見えるようになったことから、鬼の洗濯岩と呼ばれるようになりました。ちなみに、水生岩とは、硬い砂岩と柔らかい泥岩が繰り返し積み重なった地層のことです。それがずらりと見える。ずっとね。そう、うんうん。その山道も全部あのほら、白い砂でできてるわけですよ。で、貝殻がね、そう、白い砂花と、白い砂。砂と貝殻、砕けた貝殻でできてるんだよね。うん。だから日本でも珍しい山道を持ってる青島神社ですよ。素敵。素敵。まず入ったら左手に、うん、ちょっと写真があるかな、うん、あの日本神話館っていうのがあって、うん、あれ入ったことある？ある。あるね。あの地元の人めったに入れないんだけど、入ったことあるよね。うん。だけど、あの日本神話を、うん、覚えるっていうか知るためにはとてもいいですよね。老、うん、人形でできてるんですけど、私の記憶はあの巨人軍が一緒にいた記憶しかない。最後の最後に長嶋茂雄の老人形があるんですよ。それがインプット最後になぜ？なぜっていうね、お世話になってるんですよ。宮崎といえば巨人軍、そういうことなんですね。日本神話館の中に最後に長嶋茂雄に出会えるという言っちゃったよ、おうち。いいのかな。だけど、とても勉強になります。はい、日本神話館、お金が必要ですけど、ぜひ入ってみてほしいね。はい、うん、で、その後、ちょっとあの、ビデオにも撮りましたけど、はい、ちょっと前にね、1ヶ月ぐらい前かな、探偵ナイトスクープで取り上げられたんですよ。それ見てないと。そう。うん、なんかね、うん、夫婦の人が、青島神社に夫婦で参った時に、はい、そのお父さんがその竜のところの顎をこう触ると水が出た、うんうん、だけど何の仕掛けもないような気がするんだと、うんうんうん、あれはどういう仕掛けになってるのかをとても知りたい、もしくはそのだからなんかスピリチュアルな、うん、なんかあれで水が出たんじゃないか、そのお父さんにだけと、というようなことで来てたんですけど、うん、まあね、見てもらったら分かりますけど仕掛けがありましたっていう。でもこれで取り上げられるまで知らなかった、うん、知らなかったし、私ルリちゃんから聞くまで知らんかったから、あのね、撮ってる時も全然知らんでる、ね、うんうん、だからすげーって思ったよね。思った。そ、まあ、あれもね、ぜひしてもらう、2つ目の楽しみ、ね、うん、楽しい、うん、で、そしてあれだ、願い事、そう、願い事っていうのがあるのも知らなかったので、うんうんうん、初めてやってみたんですけど、こう、うんうん、人型の式紙みたいなのに、住所と名前と願い事を書いて、うんうん、その水につけると。うん、で、消えたら願いが叶うっていうことなんで、うん、でも人にね、書いてるとこ見られちゃいけないっていうのに、思いっきりビデオ撮ってましたから、うん、私の願い事どうなるやら、お願いします。どうせ大したことない。ものすごい大事なこと書いてますよ。本当。世界平和。得意のね、世界平和を書いてくださったんですね。で、無事消えたもんね、ちゃんとね。消えました。消えました。消えました。叶うかな。そう、そのためにあの、うん、竜の水も、その式紙を溶かした後に数回かけて、うん、溶けるまでかけてくださいって書いてあったから、うん、そういうことだったんですね。そう。知らなかった。あれ、楽しかったね。うん。うん、そして、その後、元宮ですよ、行ったの。はい。ここはぜひ行ってほしいところですね。だってね、あんな神社、うん、まあ、全国行ってないから分からんけど、うんうん、なかなかないよね、あの雰囲気、うん、ジャングル、あそこから入ったらもう、うん、もう空気が違う、違うもんね、うん、で亜熱帯植物、そう、ね、あそこだけ亜熱帯植物のジャングルになってるね、なかなか日本にないような、うんうんうん、700本、あ、約700本じゃなかった、何が27種類約700本が、うん、あのビローが、あの元宮のところにいろんなそういう植物が、亜熱帯植物があるって書いてあった、読んでない、そうですよ、多分そうだったと思う。で、あれって、うん、そのあるかな、写真とかあったかな、すごいでっかいんだよね、そう、葉っぱとかが他の宮崎市内とかにはないような植物のでかさ、ね、これ、うん、あのだからなんか多分2つぐらい説があったと思う、うん、1つは、うん、そういう亜熱帯から運ばれて、うん、自然に自生したっていう説と、うんうんうん、このことを海着気化植物説と言います。
島の沖を流れる黒潮によりフィリピンや沖縄方面から南方系の植物の種子やナマキが漂着し繁栄したという説です。もう一説は忘れてるなんか二説ぐらいあったんですよ。もう一つは依存説と言います。数百万年前以上に日本で繁栄した高温に適する植物が気候、風土、環境に恵まれたこの場所に取り残され今日まで繁栄したという説です。現在では依存説が有力視されているそうです。なんか不思議ですよね、うん、とにかく不思議、ね、あそこだけで、うんうん、他のところにはだってさ漂流しても育ってないわけだから。そう、青島だけ、青島だけの元宮のとこだけね、うん、ぜひ行ってもらいたい、あそこ、ね、うん。